天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。天才ピアニストの竹内です。さあ本日も12分間好きなテーマで喋っていきたいなと思うんですが、はい、またまたお便りをいただいておりますので、ありがとう、いつも本当にいただこうかななんて思うんですけれどもね、まずプップクさんから。プップクさん、何の音なんだろうかこれは。いいですね、はい、プップクさんね。竹内さん、ますみさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらっています、うん、この間の単独ライブは配信で見させていただきました、うん、1時間ずっと面白かったです。わ、ありがとう、嬉しい。見ていただいたみたいで、あなたのおかげです。ありがとうございます、はい、特に印象に残ったのは竹内さんの大阪モード学園のテンションやねーのというツッコミでした。マスミさんは竹内さんのツッコミの中で特に好きなツッコミはありますか？ぜひ教えていただきたいです、うん、竹内さんもお気に入りのツッコミがあればこっそり教えてください。なるほど、好きなツッコミワードということですね。ワードでしょうね。まあそのまあ単独ライブで言ったら、単独ライブで言ったら、漫才の中で、はいはい、 DJ、ラジオ番組のネタ、はい、1本目の漫才ですかね。1本目の漫才のオチあたりで、はいはい、オチですね、はいはい、それではまず聞いてください、はい、DJ マユミックスで、うん、3月10日いやレミオロメンの翌日やね、これです。3月9日ですか、レミオロメンさん。はい、その翌日を翌日歌に、そう、歌にしてるのよ。歌にしてるという、ね、ああなるほどね。これは好きですね。それですか、はい、なるほどね。まあ私ね、ちょっと母親もね単独見てくれてたんですけども、うん、母親は国立図書館の声量やね。ああ、なるほど、知的な。今度使おうって言ってました。え、いつ使うねんっていう、いつ使うねん。いつ使うんでしょうか、わかりませんけれども、いつ使うねんとだけ言っときました。母親は使うなということで、ね、うん、いや別に、なんで母親に禁止すんねん。母親は絶対に使うな。なんでやねん、謎の禁止が出ましたけれども、うん、はい、で私が好きなのはほんまに滑ったんで1回でやめたんですけど、はい、バヌアツ共和国の成人式やねっていう、うん、これね伝わりなかったんですよ。あ、でもね、バヌアツ共和国の成人式ってね、なんか高いとこからバンジージャンプみたいな、バンジージャンプしなあかんのよ、うん、ほんでバーンってまあ、過酷なんですよね、儀式があるんですよ。結局地面に叩きつけられるという、そう、バーンって当たるっていう、うん、危ないけどそれで大人になるみたいな儀式があるんですよね、はい、バヌアツ共和国に、うん、で そういうなんか罰ゲームでそれやるみたいな流れから、うん、漫才でね、いやそれバヌアツ共和国の成人式やねって言ったら、ほんまに ねかけるライブが凍りついたのよ。もう空調の音聞こえるまでありましたから。いや本当にこれよくあるって言いますけど、滑った時に空調の音、うん、全然聞こえたもんな。そうなのよ、うん、みんな寝たのよね、うん、もう道具屋筋の音楽聞こえたもんな。ダダダ道具屋聞こえた聞こえた、うっすら静かすぎてよ。相当よそれ。そう、建物全体が静まり返って道具屋筋の音楽聞こえました。あとなんかこなれてて嫌いっていう、ね、ああこなれてて嫌いね、うん、ああれ確かに楽しいですね。あれもね好きですね、うん、あっていうか、まあこなれてて嫌いというワードが好きっていうのもあるけど、うんうん、それまず自分がこなれてる姿をするのがちょっとね笑けてきて、ああはい、こなれてる、ね、っていうのも込みで、ああなるほどね、うん、ということでございます。はい、はい、プップコさんご参考にお願いいたします。ご参考になるんでしょうか。はい、そしてエリンギさんですね。エリンギさん、おばっぷるという言葉のインパクトすごいですおばさんカップルのおばっぷるね、おばっぷるのエピソードが出てくるたびにほっこりしつつ爆笑しています、うん、ありがとうございます。お二人はめっちゃ仲良さそうですが、うん、仕事関係やネタ合わせなど以外で二人で旅行に行ったり遊びに行ったりしますか。うん、まあ、うん、最近やったら飲みに行くぐらいですかね、はい、そうですね、うん、だから最近はその飲みこそもう行けてないっていう感じなんですけど、コロナの状況でだいたいライブで負けた日は二人でコンビで飲みに行って、うんうん、でまあ、反省会という名の悪口大会みたいな。そうね、それはするよね。なんで負けなあかんねんっていう、うん、会をやる。まあ、勝っても負けても、まあ勝っても気分よくてもいきますね、うん、はい、そうですそうです。まあでも2年ぐらい前のね、ザ・ W の1回戦か2回戦の後に2人で、うん、あこれはもう通ったなと。あ1回戦や、1回戦1回戦か、はいはい、絶対通っただろうという、うん、まあ、受けたんでね、受けたんで、はい、まあ、受かってるでしょうということで、まあすぐに飲みに行ったんですよ。そうそうそう、でまあその飲みに行ってる間に結果が出るんちゃうかなぐらいの、うん、そう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 、で意気揚々とね、うん、結果発表を見て、うん、しかもそれも1軒目なんか鳥屋さん行って、うん、はしごして2軒目行ってたのよ、調子乗って。そうですそうです、2軒目で結果が出てね、なんと落ちてたんです、うん、落ちてたのよ。暴れたわ、あれはほんま狭い部屋で暴れたな、狭い店で、えー、そんなことある
思ってジュニアさんおはようございます。落ちてて喉に負担かかるわよあなた。そんな思って危ない後輩の鉄道がそんな苦しそうじゃねえジュニアさん。いやもう違うやんもうベトベタみたいな妖怪なのよそうですね。大体まあ仕事終わりとか、うん、まあに行ったりもう結構前やけど2年目か3年目ぐらいの時に東京にね、うん、あ旅行行きましたね。あれはでもちょっとまあ研修旅行じゃないですけど、うん、確かに東京の劇場見に行こうみたいなってめっちゃスケジュールが空いてたんで行ったという感じ。まるまる1週間、まあ、その時アップトゥーですけど、はい、何にも舞台も、うん、もちろんその時は何もねテレビの仕事がなかったですから、そうっていう状態やって2泊で行ったのが一応2泊ぐらいしましたね。で行ってねちっちゃい東京の劇場から無限大ホールとか、うん、そう行きましてルミネも行ったね。行きました、はい、もちろんその夜ご飯とかは普通に楽しんでね。そう旅行ですから。でもお金がないもんですからそう 2days とも漫画喫茶とかに泊まったんだな、ネットカフェ。ああそうか、うん、あまあなんか良かったけどな。結構個室の綺麗な部屋やったけどな。いやでも1日目はそう2泊目のとこはちょっときつかったわ。なんか1泊目のネットカフェはねちょっと広いところに泊まれたんですけど、うんうんうん、そうですね。まあそういう旅行も行ったことはある。あれは飛行機で行ったんだっけ。飛行機で行ったね。飛行機で行ったん、うん、そうですね。そうそれぐらいな、まあ、旅行っつったらな、うん、旅行はそんだけやね、うん、映画とか、うん、あとはなんかそうですね、もっと気が芸歴浅い時は、うん、あと誰か混ぜてドライブとか、はい、あの夜行きましたよね。なんかあ夜は結構最近でもないか3年ぐらいか、うん、行きましたね。行きました、はいはい、ドライブにね。そういうのもありますけど、まあそうですね、他のコンビにしたら行ってる方プライベートで追ってる方だと思いますね、うん、はい。なんか普段仕事行く時も一緒に行ったりするもんな、そのテレビ局とか、うん、集合してね、うん、そうです仲はいい方です。結構みんなバラバラで行きますから。そんな、はい、そんなもう相方が寝坊してたらどないすんねんな。そうやな、信じられる。一緒に行った方が安心安全や、うん、はい、ということでございまして、はい、ほんでねちょっと今日喋りたいことがあってさ、うん、もうあのアドリブラジオでもちょっと喋ったんですけど、はい、レジ袋問題がね、うん、今もらえなくなってるじゃないですか。お金をね3円ぐらい払わないといただけないという。そうあのユニクロさんとかも今はもらえるけど、うん、9月の頭からユニクロはまだ無料ない。まだ無料ない。無料あ高田社長無料で高田社長や。今日モノマネ多いですね、増美さん、ありがとうございます。いえいえ、メドレーでね、はい、たくさんいただいてそうなんですよ、レジ袋がな。確かに私やっぱり悩みの種なのよ結構。まあこれラジオアドリブラジオでも喋ったけど、私は割と3円払って袋もらっちゃうのよ、はいはい、でもねあれプラスチックの製品を減らそうっていう試みですから、増美さんもねエコバッグ持ってほしいんですよ。わかるけどね、うん、やる気あれへんかなでもなんかさ確かにプラスチック製品ってさ、うん、例えばタピオカのね、うん、カップとかもあんなめっちゃ可愛いやん。はいはいはい。でもやっぱイランパーツついてるやつとかあるやんか。なんかキーホルダーみたいなついてるやつある、ね、蓋が妙にそう、うん、なんか凝ってるやつとか、うん、まあそら消費量増えたんやろなとは思うんですけどね。いやでもそのちょっとごめんなさい、レジ袋とちょっとだけ関係ない話するけど、うん、そのプラスチックを削減するで言ったらね、はいはい、スターバックスのコーヒーとかのストローがね、うん、紙のストローでしょ最近。あれねスターバックスさんに限らずなのよ。なんかたまにもう紙のストローのカフェ、はい、あるんですよ。ありますあります。私あれどうも苦手でね、なんかほぐれてけへん。ほぐれてくるし、うん、サブイボタスね、あれなんか知らんねんけど。あ、そうなん。でもな、このな最初吸った瞬間な、めっちゃ髪の味するもんな、うん、そう、なんかって一発目の鎖骨あたりがつぞってるんで、なんかこう口当たった時にこうストローの感覚ってもうね脳みそが覚えてんのよ、こう、はいはい、つるっとしたプラスチックの、うんうん、だけどこの髪のしかもちょっとだけザラッとしてる感じでしょ、うん、だから食べたあかんものを口に入れてる感じがするんだよな。そうそう、っていう、うん、あれはね確かにあんまり好きじゃない私も。うん、そうちょっと苦手やねんな。 味変わってる感じもするし、なんかちょっとそれもごめんなさい、申し訳ないんですけど、はい、最近スターバックスさんに行った時にすいません、プラスチックのストローありますかって言っちゃったお前見たらもうカップから飲めん言われんかった言われるか、お前はもう素な、多分一応それはタダで渡してくれるのよ。なるほど、うん、でもやっぱり環境問題に取り組んでいくという企業ですからね、やっぱりスターバックスさんは。いやそれがね、まあそのやっぱりそういうコンセプトがあんねやから協力はしたいっていう気持ちがあるやん、うん、まあ、でもやっぱり切り替えの時期やから、うん、むずいのよ、うんうんうん、であれもさコンビニのコーヒーもさ、うん、
あの今までは蓋パカって閉めてストローさして飲んでたやけど、はいはい、セブンイレブンさんだけなんかな、あのカパってもう蓋だけ閉めたら、うん、飲み口がついてて直接だから本来ホットだみたいな、ホットコーヒーみたいなやつね。そう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 、うん、でもねあれはそう、これでも前言ったけど、このラジオでも言ったけど、うん、その今まではストローで例えばシロップとかをこうグーって混ぜとって、うん、はいはいはい、だけど蓋だけやから混ぜるもんないから結局マドラー一本は無駄になんね。なるほどな、今まで使ってなかったから、はい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 、それって結局プラスチック減ってんのかって。ああどうなんやろ。あとね蓋がパーって置いてあるんですよ、うん、でそっから一個取るんですよ、うん、これみんな触りまくってるんじゃないのっていう。触りまくってんのよ。だよね、そこだけちょっと不安なんですよね。だからねアルコール消毒最近置いてるんでね、コンビニももうそ自分でやるしかないですよね。うん、確かにね。これあと袋さもらえる、うん、もらえへんで有料とかじゃないですか、うん、あのレディースデーグッズをね、あはい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 、コンビニで買った時って、まあ、生理用品ね、はい、どうなるんですかそれは。あれはまだ本来というかコンビニやったらあのグレーかシルバーの、うん、透明じゃない袋に入れてくれるんですよ、うん、もしくは、紙の袋、うん、それは有料なんかな。紙袋は有料じゃないでしょ、あれ無料なんかな。でもな結局そのレジ袋いらんっつったら紙袋で時間持ちせなあかんわけ。ファーストフードみたいなのそれはえぐいでしょ朝マックやないねんから。朝マックそんなでかないけど、朝マックでハッシュポテトだけ買ったやつみたいな。だからコンビニであの袋を持って出てくるっていうことはそういうやっぱそうでしょ。ですから、そう、それはどうなってんやろ、知ってる人ぜひ教えていただきたいな。知らんな、まだ買ってないな、そうなってからは。そうでしょ、うん、でもやっぱりレジ袋を今までもらわへん買った派の人、うん、エコバッグ派の人はさ、うん、今までみんな無料やからもらえるからもらっとったやん、うん、でもそこの人は報われたよな、うん、私らがやってもみんなもらってるから意味ないやんっていう状況は解決されてるから今、うん、まだ議論が長引きそうですが、そろそろおやすみなさい。